ナンクルナイサー、ナンクルナイサー、テビチー、テビチー、ミニガー、チバリオいらっしゃい。じゃあ、いらっしゃい。じゃあ、何になりますか。アーモンド。やっぱり沖縄やつだ。さあ、今日はね、沖縄からトリニダードプレイヤーお二方に来てもらいました。沖縄は今どうですか、天候は。あ、台風が来て。台風大変なんですけど。あ、どうやった。すごかったっす。あ、この台風で来れなかった。来れんかったよね。ほんとね、はい、そうよね、はい、寝坊して来れんかったよね、前ね。でね、最近ちょっと人気が上がってきてて、やっぱ浦君とかも去年2回ぐらい決勝行ったよね。1回決勝のベスト4、うん、ベスト4だよね、はい、うん、だけどそんな感じで徐々に知名度も上がってきてるんで、まあ、ファンの人とか、まあ、僕も聞きたいことがあるんで、いろいろ、うん、聞きたいと思います。お願いします。まず最近のこうダーツの調子ってどう？まあ、まずフラッグから。悪くはないんですけど、うん、はい、悪くはないけどちょっと勝ちきれてないみたいな。ですね、はい、やっぱ今強いけどね、みんなね、だけなんていうんだな、相手もフラッグみたいな強い人がおるっていうのも知っときながら、まあ相手もいいダーツしてくるから、やっぱなかなかね、僅差で負けることが多いよね。そうですね、タイブレークまでもつれ込んで、ね、惜しいなと思ってから、結構トッププレイヤーともなんか勝ちそうなゲームしようしたりするけど、なんか勝ちきれてない。もうちょっとの要所を抑えきれるようにね、はい、ぜひ頑張ってください、はい、どう大城君は。そうですね、いつもまあ、いや、飛びが綺麗な時はしきれるんですけど、ちょっと緊張すると暴れる。暴れ、いや、これ飛びいつも良くない。いや、最近ちょっと日によって飛びが暴れたりして、それでですね、負けたり。ああ、そうだよね。いや、俺大城の大城君の飛びとリズムはやっぱ俺大好きなんだよね。フォームで自分であるよね、砦で大ブレイクして世に知れ渡ったよね。練習やってる？やってますね。じゃあ今年ツアー参戦、前線参戦するって決まってからは、まあ練習してるんですけど、結構してないイメージがついて。練習してないやろ？いや、してますよ。寝坊ばっかりしようよ。仕事もしてないやろ？いや、仕事もそうですね、練習もしてしよう、ちゃんと。そしたら、まずプロになったきっかけ？何？僕はこのファイストできるっつって、うん、福岡で受けたよ。はい、でやっぱできたのがきっかけですかね。ああ、プロが出たできたのが、はい、ファイストができたのね。できるっていうんで、うん、そういうのがあるっていうことで。そう、去年ね、
鳥で優勝した沖縄チームのメンバーよね、2人ともね。彼が頑張ってます。いや、でも結構頑張ってたな。いや、僕はイナイツでしたね。調子悪かった、うん、沖縄の人ってやっぱ寒かったらダメやもんね。だいたい3月までダメやじゃあ、プロになったきっかけは？そうですね、いつも、まあ、沖縄で、うん、ダーツを始めた頃に、うん、ヒートさんとか、うん、竹本さんとか、そう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 、まあ、憧れの存在だったね。ずっとプロになろうっていう意識が強かった。そうそう、あ、そうなんや。普段どんな練習してます？まあ、まあ普通にか、まあ、カウントアップしたり、うん、まあ、まあ自分お店やりながらお客さんと投げながら一緒にお客さんと練習したり、あ、じゃああんまりその自分で決めた練習じゃない。まあお店終わった後には 2,3 時間を投げるように。あ、 2,3 時間、はい、一人で黙々と、はい、誰もいない状況で投げるようになります。あ、そうだよね、集中できる、集中できる環境でね、はい、まあじゃあ例えば練習メニューでなんかこれしたらいいなっていうのとかはなんかある？まあ最近はちょっとやってなかったんですけど、もう単純にシングルに3本入れてずっと回っていく。1から2、3って順番やったり、まあ、20から左回り右回りでやったり、まあ、それは台形で。そうです、大きいシングルに、とりあえずトリプルとかじゃなくて、単純にシングルに3本連続で入れての次っていう。ああ、そうだよね、はい、結構じゃあ何て言うんだろう、ストロークを重視して。そうですね、やっぱまとめて基本重視で、はいはい、グルーピングの練習みたいな、はい、はやってますね。じゃあランキング5位の大城くんは、うん、一応一回ヤンマーさんに練習どんな風にしてるヤマダ聞いたんですけど、まあ、最初に1100点出して、うん、でクリケットナンバーベッドをずっと20から15までやってるって聞いて、それを2ヶ月前ぐらいからやってるんですけど、はいはい、結構まあ1100の時点でつまずいてますけど。ああ、そう、1100点でもう練習の半分ぐらいは1100点で終わっちゃうんですけど。ああ、1100点なのが時間かかりすぎて それで止まるわけ。まあ、まあ、一応1000、自分は1000点っていう感じでやってるんですけど、大体はキリクリケットナンバーを20から15までベッドが出るまでっていう感じでやってる。練習しようなんて言わなかった？あの、去年は全然してない。私はもう一応参戦してるんで。あ、そうだよね、さすがに練習しないと、ね、勝てない。そうね、そうね。まあでもね、今年じゃあ本格初戦参戦で今5位って言ったらすごいよね。なんかこの位置にいるのが結構びっくりするぐらいです。一回寝坊で飛び出しとくせんね。どうしちゃった？では次は、練習の時、体のどこをどの部分を意識してるか。例えばこう腕をまっすぐ振るとか、あ、例えばバランス。浅田聖子はとにかくスタンスと、ルーティーンを意識してるんだけど、どこを意識してますか？わーり、肘の位置とか、肩の位置とか、うん、肘、肩、まあ、単純なことなんですよね。やっぱ目線とか、うん、このラインが持ってるかとかっていうのは気にする。そんなにまで意識っていうか、やっぱりタッチがいいか悪いかっていうのはやっぱり重視します。指先の、だいたいこうグリップ感がね、大事やもんね、はい、指先でこう握るけんね。最初はだから狙ったところから外れてもあんま気にしないんですけど、なんだろう、気持ちよく触れて投げながらちょっとずつ合わせていく。ああ、投げながらね、はい、はい、そうね、肘の位置、はい、肩の位置、はい、指先、はい、この3点っていうのはね、もう基本の基本だけど、できなかなかね、難しいものがある。そんなにまでは、まあ、気に、あ、まあ、合わせながらちょっとずつ練習していくって感じ。最初はもうとりあえず思いっきり楽に腕を振る練習、狙わずに、はい、
大城くんは腕の振りです。あ、縦ライン。あ、縦ライン。そうです、うん、腕を縦に、ちょっと緊張したらこんな。あ、手がこうあっち行く。そうですね、いつも縦ラインを意識して。縦ライン。そうです、体の入り方と肘との縦ライン、肘が縦に触れてるかっていうことだけ意識して、あとはリリースで合わすって。リリースで合わすね。大体どっちかというと天才タイプやけどね。ねどんなっすか、どんなっすか。はい、わかりました。じゃあ普段の生活でこうプロとしてこう気をつけてる部分ってありますか。これといってはないんですけど、うん、そんなにまでは気にはしてないですね。ただこうあんまりこう例えば睡眠とか、例えば普段の生活とか、不節制しないとか、パチンコあんまりやりすぎないとか、そんななんかないですか。あ、でも自然と右手では重たいの持たないようにはしてます。ああ、右手で重たいもの持たないよね、はい、あ、すごいね。そんぐらいですね、です僕は。喉乾いた。はい、いただきます。え、あとは、じゃあ大城優太。そうですね、気にしてるっていうか、うん、まあただ練習を毎日しないといけないっていうことだけは心がけてますけど。大丈夫、大丈夫なんだ。打ってきた。あ、練習大丈夫。あ、練習は毎日やる。はい。じゃあ普段の生活を、夜更かしとかは、まあできればなくしてますね。ちょっといつも寝つくのが遅いんですよ。ベッドに入って3時間とかはいつも、あ、2、3時間いつも寝れないんですよ。なんでなんで。昔からですけど。ベッド入って3時間も寝れんと。そういうのおかしいね。じゃあ例えば5時にベッドに入ったら8時から寝るってこと。そうですね。昔は寝酒をしちゃって1時間ぐらいで寝れるんですけど、もう最近からもう酒を、寝る前に酒をやめないとちょっとやばいかなって。なんでなんで。太りすぎ。太りすぎ。ああ、太りすぎ。はい。いつも俺がお腹を合うたんびに。あ、チェックしようね。チェックしようね。そうね。大丈夫、3時間ね。そうですね。寝つきが悪いんで。あ、寝つき悪いんで。はい。そうだ。俺とかもうすごいよ。もう俺、ベッドに入る瞬間に寝ておけ。そう、そうね。次は道具やけど、こう道具でこう、バレるとか。あ、だけどバレルは今何ですか。サモラの20です、ね、トリニダードサモラ。あ、サモラ20、はい、あ、じゃあ結構こうしっかり重いやつ。そうですね。どっちかっていうとグリップはがっつり握りたくないもんで、重たい方がタッチが。あ、そうね、はい、あんまりグッと握らんで、じゃあ軽くつまんだ感じでちょっとタッチが残るのがやっぱ最近は。やっぱり20、昔は多かったんですけど、最近20のモデルってなく、一時期はなかったじゃないですか。それで20出たんで、ちょっと使ってみたらやっぱりいい感じだったもんで。ああ、そういうことね、はい、あ、20がね、はい、元々はやっぱりやっぱいい感じよね、はい、20がね。20使ってて、どのメーカーさんも軽いっていうか、まあ、18前後のモデルしかなかったんですけど、 それで20使ってやっぱり、やっぱこう20って言ったらこうテキーラーみたいな感じ。そうですね。テキーラーみたいな感じ、はい、いただきます。そうね。何使ってる今。最初はトリニダード X のハグラーっていうのを、ハグラー、うん、使ったんですけど、ちょっとグリップが変わってきて、ちょっと変わった。でも元々深いよね。そうですね、うん、で今はデュランのタイプ3を使って。おお、デュランタイプ3、はい、ちょっと1ヶ月前から。でもちょっと似た感じだけどね、太くてちょっと長めっていうね。やっぱりバレルにの範囲が広いけど、カットがやっぱ多い方が、うん、まあ、いいんですけど、うん、そうですね。試合前に必ず行うことって何ですか。たくさん寝る。たくさん寝る、そのくらい、ね、はい、だから試合前これって言って、なんか決めてないですね、うん、なんかこれをできなかったらちょっと翌日ちょっと不安になったりするかもしれないんで、これをするっていうのはあんまり決めてない。あんま決めてない、はい、決めちゃうとできなかった。自分もそっちですね、うん、決めてて
決めたことやらなかった時の気持ちの方があるんで、あんまり決め事してないですね。はい、次、試合中の心境ってなんか どういう感じ、こう相手をもうやっつけちゃうみたいな、こう気合めっちゃ入ってくる、それともなんかこうふわーっとしてもうリラックス、自分との戦いみたいな、どういうイメージで。どっちかというと入り込んじゃいますね。っていうことは絶対やっつけちゃうみたいな。そうですね。ふざけんなみたいな。まあまあそんな感じです。そんな感じ。そうだね、はい、やっぱほらちょっとほら例えばね、こう山田もそうやしね、浅田聖吾とかもね、浅田聖吾とかなんかもうなんか掴み合いの喧嘩するじゃないかよなぐらいの迫力で来るけど、それに負けないようにこう自分の世界でだからリラックスしすぎると逆に、ああそうね、はい、ちょっと甘える部分あるもんね、楽にしになって、ね、ふわっとなってしまうね。でも面白い。そうですね、うん、なんか今年ほとんどはトリニダードプレイヤーにやられてるんそう3分の2ぐらいは、あ、3分の2トリニダードだ、なんかランキングとか見ちゃうともうそればっかり意識しちゃうんで、とりあえずはもうその前のその目の前の試合を活用にしてるんですけど、じゃあこうダーツを続けてこう良かったとかなんかいいことってあるの？やっぱり知り合いがめちゃめちゃ増えましたね。友達が増えた、はい、友達とかやっぱ年齢かかわらず知り合いが増えたのもそうなんですけど、やっぱ地方いろんなツアー回ってての知り合いも増えたっていうのはやっぱ、もともとは沖縄だけでやったもんで、ね、やっぱいろんなところに知り合いが増えたっていうのは大きいですね。ダーツにしてよかったみたいな、同じく知り合いが増えた、コネクションが多いからね、はい、ね、すごい、本当すごいね、はい、先もだいぶ強くなった、そうですね、なんか笑い言うたら言うた、大丈夫です、なんでも強い、強い、強い、どん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 ね、はい、いただきます、一緒に、じゃあ一緒にそう来るよねそんなになるよね、やっぱりね、どんどんね、もうどんどん青森がもうどんどんなくなってくるんで、ね、青森がね、はい、あー、おいしいねあと、今目標してるの、こうパーフェクトランキング、やっぱり常に出るからにはやっぱ優勝、決勝、ファイナルまでというのはやっぱ常に意識はしてますね。あ、そうそうだ、まあ、単純にやっぱりそれ大事よね、まあ、単純に目標はそうで大事、はい、だいぶいい感じになってきたよね。そうですね、だいぶだいぶね、こう雰囲気がね、もっとなんか飲みたくなってきてるからね、はい、で、なにヤンマーさん目標に、あ、ヤンマー、山田、いやでもね、俺ね、たまたま俺こうダーツプレイヤーの、はい、こう観戦記みたいなの最初書き出したんだけど、山田とのこうリズムは似とうよね。そうですね、いつも意識して、去年でもだいぶ勝ったやろ、山田なんか勝った、いや、1回しか、あ、1回でもね、いや、本当にね、やっぱり今、いいダーツしようかもね。だけど、やっぱりこう、浦君もね、こうどっちかって前半ちょっと今回ちょっと前半ちょっと調子悪かったけど、だいぶ中盤から良くなってきてね、沖縄人ならでは気候とともでもやっぱ冬はやっぱ辛いっすね、辛い、寒いもんね、うん、俺も今日ほら沖縄は今日スタートね、マジでね、もう最後、やっぱこうね、2人とも結構人気あるの、うん、浦君とかも結構ね、もうかっこいいし、浦君いくつ？僕は31になります。31、面白い、26、まだまだよね、これからね、もう飲んでいいと全然じゃあ一緒にこんなになると思った俺ね、俺もう昔はさ、はい、昔一人やば、これ1本ぐらい飲み寄ったでよ、
こんなになるかなと思っちゃったんで。で、何やったかいです。で、何やったかいです。日記がある。ああ、そうそう、日記がある。はい。で、ファンに一言。最近ちょっと、ちょっとずつ注目されてきよう。ああ、もう嬉しいですね、やっぱそれは。なんか一言。まあ、今年残り何年ですか。地元でもやっぱ今年やっと沖縄でもあるので、あ、そうだよ、沖縄大会、来週、はい、あ、来週、再来週、再来週、10月7日、はい、沖縄楽しみやね、これですね、やっと俺この学校で行こうかな。で、やっとホームで試合ができるんで、ちょっと頑張りたいんで、はい、もうぜひ応援よろしくお願いします。あ、そうだね、しかし頑張ってよ。はい、なんか同じ。あんたずっと同じやん。ずっと浦君先に言う、同じこと言う。浦君先、大城言うた同じことみたいな。はい、まあ最低でも、まあ、入賞は今年1回でもして。あ、まだ入賞しないけ。そうですね。3位内入ってない。まだ1回も入ってない。おお。最低でも入賞は1回でもして。できれば優勝はずっと狙ってるんですけど、狙ってるんですけど、まあ、3位以内はずっと目標にやってるんで、1回でも3位、ね、あ、1回でも3位、はい、はい、なんかふわっとしたね、あの感じになりましたけど、トリニダード大戦争で沖縄から、福岡に来てくれた大城を今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。